エース・オブ・ベース、エース・オブ・ベース、エース・オブ・ベースは、スウェーデンのヨーテボリ出身の音楽グループ。ヨーナス・バーグレン、ジョナス・バーグレン、ニックネームは、ジョーカー。1967年3月21日対、マリーン・バーグレン、マレン・バーグレン、ニックネームは、リン。1970年10月31日対、イェンニー・バーグレン、ジェニー・バーグレン、ニックネームは、ジェニー。 1972年5月19日対ウルフ・エクバーグ。ウルフ・エクバーグニックネームはブッダ。1970年12月6日対のケイシーモートと友人一人から構成されている。女性二人のボーカルに男性二人というメンバー構成とスウェーデン出身という共通点からアボとよく比較される。1990年代前半にオール・ザット・シー・ワンツが 大ヒットして一躍有名になり、デビューアルバム、ハッピーネーション、ザ・サイン、地域によってタイトルが異なるは、全世界で2300万枚を売り上げ、トップスターの仲間入りをした。曲調は、レゲエとテクノをミックスさせた、ポップで親しみやすい、ダンスミュージック。ヨーナスが友人二人と共に組んでいた、テクノバンドに、リンとイエン・ニーの姉妹がボーカルとして参加。 友人二人が脱退した後、1990年にウルフが加わり、グループ名をエース・オブ・ベースとした。グループ名を考えたのは、ヨーナスでスタジオの王様という意味である。当初、本国スウェーデンのレコード会社9社にデモテープを持ち込んだものの見向きもされなかったため、デンマークのレコード会社メガレコード、メガレコーズと1990年に契約。 この件について、後に僕らを認めなかったプロデューサーがエース・オブ・ベースを蹴った男として有名になったとヨーナスは述べている。朝日新聞1996年5月26日記事。1992年にシングルホイール・オブ・フォーチュンでデビューし、プロデューサーにスウェーデンの DJ であるデニズ・ポップ。デニズ・ポップを迎えてリリースしたセカンドシングル エルハット・シー・ワンツが大ヒット。全英シングルチャート並び富士テレビでシニアに放送されていた音楽番組 BE と UK でもナンバー1を獲得。続くザサイン、ドントターンアラウンドもヒットし、ファーストアルバムハッピーネーション、ザサインは全世界で2300万枚を売り上げて各国で賞を獲得し、最も売れたデビューアルバムとしてギネスブックに載った。 1995年夏には、イエーテボリで開かれた、世界陸上の開会式に、地元代表のアーティストとして出演し、ラッキーラブを披露。この時ウルフは、腎臓結石を患っており、出演するかどうかが危ぶまれたが、結局は激痛に耐えて出演し、終演後病院へ運ばれた。同1995年、セカンドアルバム、ザ・ブリッジをリリースし、世界各地に、 本人たちが実際にプロモーションを負った成果もあって500万枚を売り上げる。1997年以降、リンはカメラを避けるようになり、コンサートでも物の影になる場所、あるいはカーテンの裏側でしか演奏しなくなり、またインタビューも受けなくなる。事務所やバンドメンバーは当初、リンのこうした奇妙な振る舞いについて発言するのを避けていた。 プロモーションビデオの撮影現場から姿を消してしまい、リンが出演しない形で収録されたものもあった。後に、雑誌ブラボーは、この頃のリンが深刻な病を患っていた。その証拠として、ドイツのテレビ番組に出演したリンの振る舞いは奇妙で、終始震えていと書いている。一方、同時バンドメンバーは、リンはカメラ恐怖症であると説明していた。 彼女にとって最後となったインタビューにおいて、リンは単にバックグラウンドとして残ることが自分の願いであると述べた。実際、彼女の願いは叶えられ、その後はアルバムジャケットをはじめあらゆる写真媒体において笑わず、不幸そうにぼやけた、ひときわ小さなリンの写真があえて使われた。1998年にリリースされたサードアルバム、フラワーズ、 クルーエル・サマーでは、その不自然なジャケット写真が、話題になった。1999年から2000年にかけて、ベストアルバム、シングルス・オブ・ザ・ 90S、エース・オブ・ベース、グレイティスト・ヒッツをリリース。2002年から2003年には、ホースアルバム、D.A. カープをリリース。2006年、ウルフは、リンがバンドを抜けたことを正式に認め、 今後はいかなる形でも共に活動することはないと語った。また実際にはこの時点ですでに10年近く、彼らがトリオの形で活動していたことも認めた。地域によってタイトル、発売時期が異なる。ファーストアルバムがヒットした後、1993年ウルフが10代前半にネオナチ団体に所属していたことと、アルコールやドラッグに手を出していたことが発覚。 ウルフは、この件について釈明し、バンドは反ファシストを歌った、ハッピーネーションで決別を明らかにした。1994年4月27日には旅を、越した、ドイツ人女性ファン、ストーカーとも言うが、バーグレン家に侵入し、寝ていたイェン・ニーの喉元にナイフを突きつけて、イェン・ニーの両親と話をさせる、よう要求。 ナイフを取ろうとして揉み合った家に位の母親が怪我をするという事件が発生した。この女性は一週間ほど家の周りをうろついてバーグレン家をストーキングしていたようであった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。